に生まれる父はマルタ人、母はシチリア人。強烈なセックスアピールを生かして女優となり、1970年代から1980年代を通じてイタリアの映画界で活躍。1970年のファイブ・バンボーレなど多数の演唱喜劇や刑事物スリラーやジャロに出演。それらの大半はセルジオ・マルティーノの監督作品であった。 1980年代にテレビタレントとなり、バーバラ・ブーシェと共に、イタリアのトーク番組に出演した。制作者としては、アルパチーノと共に、ベニスの商人などを手掛けた。女優としては、2007年、タランティーノのオファーを受けて、ホステルにに出演している。1990年代中期に、 イタリアの有名な実業家で、元フェラーリ会長のルカ・コルデーロ・ディ・モンテゼ・モロと婚約したが、その後破棄した。なお、息子のエドウィン・フェネックは、元フェラーリジャパン社長で現在、フェラーリの北アメリカ部門の社長を務める。ありがとうございます。